東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。で、2021年の初の期、3月20日で、終わりました。1月20日の大寒から、3月20日の、春分の2ヶ月間ちゃんと、皇帝太系の、運気通りに気候特徴はなってるかどうかということについて簡単にをまとめます。で、そしたらこれからで3月20日から5月21日までの2ヶ月間2の期はどういう気候特徴になるか、病気の傾向はどうなるかについて今日話していきたいと思います。で、ここで告知ですね、一つ皆さんお伝えしますけども、去年ちょっとコロナの関係である開催が全部キャンセルになった、ワークショップと集中セミナー、今年の4月24日の土曜日と25日の日曜日、大阪で開催します。そして5月の22日の土曜日と5月23日の日曜日、東京の方で開催します。4月24日の土曜日に開催するのは、全身ヨガミ大発見と深呼吸でダイエット体質改善という2つのワークショップです。それぞれだいたい100分です、1時間40分ぐらいのワークショップで、4月25日の方は経絡痛快術の1日集中セミナー開催します。私、未病の奇跡同様と未病予防専門店の技術監督を務めてますけども、この未病の奇跡で行っている施術の基本的な周期ですね、分かりやすく1日に凝縮して、で皆さんと共有していきたいですので、ご興味ある方ぜひご参加いただけたらと思います。2021年の干支は心中 で、その細分は小水、以前も話したことあります。こういう年の上半期を司る支天の木は太陰出動で、下半期を司る財政の木は太陽関水です。太陰出動を司るこの年の気候の特徴って何ですかっていうと、この皇帝太系の六元星気体論の中に書いてありますけども、風が強く、黄砂とか、あとは湿気が強いためにスモークが多発しやすいという年になります。ちょうど3月中旬頃ですね、中国ではそのスモークが大発生をしたということで、十何年以来ひどいスモークが発生したんですけども、でこれはまさに、太陰出動が司っているために起きた自然現象です。下半期の方は太陽関水を司るために、太陽関水ですから寒いということですので、だから下半期の方は結構気温全体的には寒い、去年ほど寒いかどうかわからないですけども、結構厳冬になるのは間違いないんじゃないかなと思います。ではまず今年の初の期、周期の方は血縁風木で、夏期の方も血縁風木です。両方とも血縁風木となりますから、木の木が非常に強いです。で、そして風の木も強いですね。木の木の特徴としては、樹木ですね、伸び伸びする成長の性の力は非常に強いです。あとは木の木というのはその暖かい木ですね。1月後半から3月の後半までこの2ヶ月間は基本的に気温例年より結構高い、天気予報でよく報道されてます。風の木が強いために風の方も強いです。で、今年の春一番、1951年以来の観測史上一番早い春一番が来てるっていうふうに報道されてます。もちろん、暖かくて性の木が強いために桜の開花も例年より早かったです、過去10年の平均から見ると10日間ほど桜の開花時期が早かったんです。そして花粉の飛び始めも例年より10日間以上早かったっていうふうにニュースで報道されています。で、これも全部木の木が2つ周期夏季ダブっているために起きた気候特徴ですね。初の木の気候特徴は、運気通りに起きている。今は、ちょうど2の木に入りますね。3月20日から5月21日のこの2ヶ月間2の木に入ります。2の木の周期夏季とも小陰君下です。で、小陰君下の特徴なんですけども、まず熱ですね、つまり暑くなってくるということです。今年の4月5月の
平均気温は例年よりは高くなるというのは想定できます。皇帝大会の中では今年の体温湿度を司る上半期のこの2の期の気候の特徴というのはどういうふうに書いてあるかというと、6元星期大論の中では2の期ってまず、気候的にも全体的に暑くて、あとは湿気と熱気ですねと戦って、そのために水蒸気はたくさん増えてて雨もよく降りますと書いてあります。ちょうど3月20日春分の日から3月20日3月21日ちょうど2日間なんですけども、連続東京の方で雨は降ってます。でこの降ってるっていうのは要するに湿気が増えてきてるためです。あと3月の、20日の春分の以後の天気予報を見てみると、まあ大体みんな19度20度の気温ですね。気温は例年より高いではないかなと考えられます。松陰君から気ダブって支配するわけですから、熱気が強くて全体的に気温は高いために、人体に対するどういった影響が及ぼすかというと、体の中にはいわゆる熱がこもりやすくなります。で熱がこもりやすいっていうことであると、心のシステムですね、心臓とか心脳血管、血管とかそういったシステムの病気当然発症しやすくなりますし、あとは熱病ですね、発症しやすくなります。皇帝大記の中ではどういうふうに書いてあるかというと、温暦大古遠近寒弱っていうふうに書いてあります。温暦っていうのはその温病ですね、温病疫病が大流行しますよっていうのを書いてて、遠くにいる人と近くにいる人みんな同じ症状になりますっていうふうに書いてあります。4月5月に入ってから熱病大流行して、もしかして新型コロナですね、変異種による、流行が、つまり第4波、コロナの第4波がこれから来るじゃないかなと考えられます。緊急事態宣言解除しましたんですけども、もしかして5月末6月頃に入ってくると感染者数がまた急増して、でもう一回緊急事態宣言発令されるかもしれないですね。でそうなると、おそらく7月開催するオリンピックの方はもう中止せざるを得ないじゃないかなと、考えられます。